日本三重県南西渡来郡南伊勢町五箇所裏五箇所裏は、三重県渡来郡南伊勢町の地名。2015年10月1日現在の面積は4.828243163平方キロメートル。一般に、裏を省略して五箇所と呼ばれている。五箇所安沿岸及び南伊勢町の中心的な地区で、ある。 南伊勢町東部、旧南西町のほぼ中央に位置する。五ヶ所湾の湾島に位置し、水産業の面で湾全体を取り仕切るのに都合が良い場所である。河口の小さな三角集場に集落が開ける。集落の中心には、三重交通の五ヶ所バスセンターがあり、商店街が形成されている。北西は伊勢路、北東は霧原、東は飯満。 南西は中津浜浦、西は船越と接する。南側は海に面している。海側では毎年春に大潮で広大な干潟が出現し、三重海湾漁業共同組合の主催で違いを放流し、潮干狩りができたが、2014年現在アサリの生育が不良で潮干狩りはできなくなった。産業としては、みかんの栽培。 海苔やタイの養殖が盛んであり、伊勢島国立公園の一角として、旅館や民宿も多い。獅子島には浜人町が自生し、本州では唯一の生育地となっている。獅子島の受草の名称で1955年4月7日に三重県指定天然記念物となった。五ヶ所裏では岩崎遺跡からチャートや、 さ抜き岩でできた白片が出土しており、旧石器時代のものと考えられている。地区の東部では、縄文時代の遺跡群や、貝塚も見つかっている。町立南瀬病院付近にある、岡山市も貝塚は、約1メートルの厚さがあり、石棒や石符、土器が出土したと伝わるが、現存しない。また、同病院造築の際には、弥生土器が2つ見つかった。 古代から少なくとも、室町時代中期頃までは、島国は五軍に属していたが、後に、伊勢国はた郡軍に編入された。五箇所上席中世の資料、法落寺文書紛失記や、釈尊寺鉄議案によれば、当時は、五風、五箇所と呼ばれていたようであるが、法徳三年十月に、五箇所の表記が出現し、以後はこの名称で定着する。この頃、南北朝時代に、 南朝方に着いたアイス氏が、五箇所裏北東の小高い丘の上に五箇所城を築いていた。五箇所城は天正四年、北畠氏の攻撃を受け落城。城主のアイス氏ゲ明は、島国ハサマ湖まで逃げた後、自害したと伝えられる。ただし、五箇所城とアイス氏の関係に関しては、資料不足のため不明な点が多い。五箇所城の落城後は、北畠氏の敗下となり、 田丸中司の弟、トラグマが5箇所に入り統治したとされる。江戸時代には、伊勢国渡来軍確かクミに属した。初期の頃は、田丸藩領で、玄那3年に、津藩へ、玄那5年に、紀州藩田丸藩領へ変遷した。当初は5箇所村だったが、後に、農業主体の東部は、5箇所村、農業に加え漁業も営む西部は、5箇所村を名乗り、 分裂した。山形の5カ所村は、地形の制約で大規模な神殿開発はできず、焚き木を作ったり、江戸に方向に出たりするものがあった。主な産物に、茶やタバコがあった。湾王という立地上、津波の被害にあっており、法永4年には72個のうち63個が被災し、安政元年には、死者1名、流出30件などの被害を受け、 山際へ移ることとなった。裏方の五箇所裏は、湾王に位置したため、海域上の争いが絶えず、遠方2年に、隣村の中立ちで北に村、下津裏との間で朝廷が成立した後も争いは、繰り返された。この地には、官営16年8月に、奇襲藩が五番将を置き、室軍金村までの裏村の巡検を行っていた。文化2年5月5日、阿護 南張村から海岸線に沿って、井の唄だたかの測量隊が訪れ、伊王寺で二泊した。安政二年には、南番所に台場を設け、有事の備えとした。胸鼻によれば、方の口径は約75センチメートル、射程は約1キロメートルだったという。1875年、山形の五箇所村と裏方の五箇所裏が統合し、五箇所裏となる。 1879年に、伊勢路山入会地問題が、解消。1882年には、下津浦や北に村との海面問題が裁判に、持ち込まれ、勝訴した。1889年には、周辺4、村と合併し5カ所村5カ所裏となり、村役場が置かれ、1890年には、県峠を越えて、渡来郡宇治山田町に至る街道が開かれ、 村の中心としての機能を持った。この頃には、主産業が、茶の栽培から養蚕に変化した。明治時代も末になると、温州みかんが持ち込まれて栽培が、盛んになり、1907年には、三木本真珠が五箇所案に進出するなど産業構造が、変化した。特に、三木本真珠は、昭和初期に、新珠養殖の本拠地を五箇所裏生地の添えに移し、 最盛期の1930年頃には5箇所村の就業人口の6割が三木本魔女で勤めるに至った。こうした中、5箇所村は1940年に調整を、施行し5箇所長となるが、基幹産業の新珠養殖は第二次世界大戦の影響で衰退した。代わって、三井財閥参加の三井貴船建造が1943年7月8日に、 進出した。三井木船建造の進出によって5箇所裏の工業従事者は急増した。一方で、機銃装車や爆弾投下など空襲の標的ともなった。また、1944年の昭和東南海地震に伴う津波によって、前田の堤防が流出し、大きな被害をもたらした。 南伊勢町役場第二次世界大戦後は五目本での勤務経験を経た人々が新珠養殖に乗り出し、1953年の台風13号、1959年の伊勢湾台風、1960年の地理地震による津波など幾多の困難を乗り越えたが、1967年頃より下火になっていった。新珠養殖業者は、 タイやハマチの養殖に転換、あるいは水産業から撤退して、民宿や土産物店など観光業に移行するなど最盛期の4割の事業者が消滅した。5カ所みかんの栽培は1960年代の大規模なパイロット事業によって増産体制が敷かれた一方、伊勢市の市場で評価を高めた5カ所小梅の生産量も増し、 1981年には 1R あたりの収益は5カ所未完をしのぐものとなった。工業部門では、戦中に進出した三井木船建造が1946年の大化を、機に創業を停止したが、当時の5カ所町長をはじめとする、地元有志が1950年6月28日に、株式会社5カ所安造船鉄工所を設立して、造船を続け、 1954年1月5日に、宇治山田市大港町の株式会社、西井造船所に売却された。西井造船所は1962年7月10日に、西井選挙、株式会社となり1973年には中華、人民共和国から999トンの冷凍船の建造を受注するなど大きく成長したが、ドルショックや、 オイルショックを乗り切れずに廃業、町の過疎化要因の一つとなった。行政面では、1955年の南西町、2005年の南伊勢町の発足の後も町役場は5カ所裏に置かれたことから、町の中心としての役割を果たし続けている。諸説ある。2019年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 1773年以降の人口の推移。2005年以後は、国勢調査によるの推移。1773年以降の世帯数の推移。2005年以後は、国勢調査によるの推移。調律小中学校に通う場合、学区は、以下の通りとなる。5カ所バスセンター5カ所神社。ありがとうございます。